マツテンは、イタチカ天族に分類される、食肉類。アイルランド、アルバニア、イギリス、イタリア、イラン、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、 ベルギー、ポーランド、ボスニアヘルセゴビナ、ポルトガル、マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア西部に、自然分布。スペインに移入。体長45から58センチメートル。お腹16から28センチメートル。体重0.8から1.8キログラム。猛威は、 赤茶色や肺褐色、脳褐色で、頬から頸部にかけて、眠気色や炭鉱色の反紋が入る。牡蠣は体毛が短く荒いが、陶器になると体毛が長く密生する。乳頭の数は4個。出産直後の幼獣は、体重 80g。6アシュに分かれる。森林に生息する。直径 5km の行動圏内で生活し、 行動圏内には、複数の軌道に作った巣や、食物の貯蔵場所がある。夜行性。食性は雑食で、小型哺乳類、果実、蜂蜜などを食べる。繁殖形態は耐性。夏季に交尾を行う。妊娠期間は230から275日だが、受精卵の着床が遅滞する期間が含まれる。3から4月に1回に2から8頭の幼獣を産む。 授乳期間は6から7週間。幼獣は生後32から38日で開眼し、周期には独立する。生後2年で生成熟し、寿命は確認されている限りでは17年。木のほらや低木に覆われた野原に巣を作る。樹上生活により適しているが、地上を早く走ることもできる。小さくて丸く、感度の良い耳と鋭い歯を持ち、 小型の哺乳類、蝶類、昆虫、カエル、死肉等を食べる。またベリー、鳥の卵、ナッツ、蜂蜜等を食べることも知られている。自分の縄張りには尿をかけて、目印としている。マツテンは、車のワイパーや庭のホース等、ゴムや柔らかいプラスチックを噛むことでも知られている。一般的には歯を研ぐためだと言われているが、その本当の目的は分かっていない。 毛皮が利用されることもある。毛皮目的の狩猟のために生息数は減少している。マツテンは、犬足や、稀に、赤ギツネ等に捕食されることもある。イギリスでは、ワイルドライフカントリーサイドアクトと、エンバイロメンタルプロテクションアクトによって、マツテンやその巣が保護されている。2007年12月時点で、マツテンは、イギリス国内での外来種である東部ハイロリスの、 個体数の減少の原因となっている。新しくマツテンの生息範囲となった領域では、東部ハイロリスの個体数が急速に減少している。これは、東部ハイロリスが、キタリスよりも多くの時間を地上で過ごすため、捕食者と接触する可能性がより大きいためだと考えられている。ありがとうございます。